あ、いいかもいいかも。これダイアナ、あの、おっぱい星人ことダイアナが作れるんですけど、もうティタン相変わらずすごいですね。たわまに実ってますけど、これは決しておっぱいではありません。でもあれだよな、おっぱいというかもうお尻に見えるよね。腰のあたりとかね。もうお尻です。これはおっぱいではありません。まあもう全部引き継ぐ感じですね。まあいいんじゃないでしょうか。まあ、ひたすら会心の腕力で銃をバンバン撃ってもらうような感じですね。行こう行こう。いや、プルンプルンしてる。やめろ、その縦の動きは。声はいい。血母神ダイアナ。声はいいんだよな。で、よく見るとダイアナってあれなんだね。周りは巨乳なのに、自分自身のその肝心なところは控えめなんですね。パイスラがあんまちょっとパイスラしてないっていうか、ちょっと控えめなんだな。意外。意外にも、己は控えめ。周りは結構持ってるのにな。いや、キクリ姫。キクリ姫は欲しい。最優先で。少しだけ付き合っていける。お、おー、来た来た来た。いけるいけるいける。いやー、高くなってきたな。1400マッカー。高くなってきました。満足、ありがとう。お、よし、来た。キクリ姫。これは嬉しいね。あ、キクリ姫、セクシーダンス使えるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。銀座地下道ね。ちょっと一応毒直すか。だからここはなんか全然敵出ないな。そのあれかな、ここを取り仕切ってる、なんだっけ、ばあさんたちが、こう治安を維持してんのかな。ゆり子様がお隠れになった今、ガイア教団も新たな道を探らねばならん。このような場所で身を操しているのは文字通り、そのための潜伏期間なのだ。なんだっけ、あのばあちゃんの名前。ミーだっけ、ギーだっけ。そういえば最近ハンターメモ読むの忘れてたわ。まあ、残りちょろっとだな、全部読んじゃおっかな。メデューサ。打診連合の一柱を担う悪魔。もともとスカイタワーを占拠し、天井に上がろうとする東京の民をコレクションとして石化していたが、東の帝国から東京に降りてきたフリンの手により討伐された。だがその後、打診連合によって復活。再度スカイタワーへと戻ってきたところ、たまたまクエストでスカイタワーに来ていた足釣りによって討伐される。たまたまな。フリンにより討伐されるまでメデューサはスカイタワーをねじろうとしていた。スカイタワーが現在のようなまがまがしい形状になってしまったのは、彼女がタワーに結界を張り、強化し続けたためである。はぁー。あれ、メデューサが作ったんだ、あのスカイタワーの見た目。まがまがしい感じって。結界のせいなんだね。残念ながら YouTube のサムネ消されてしまったんで。あんまり映せなくなってしまいました。まあ、それだけエロくなったってことだよな。前のメデューサのグラフィックだったら絶対消されないもんな。このメデューサがちょっと、YouTube の AI には引っかかってしまったみたいですね。シェーシャレーダー。多神連合が放った大蛇、聖者の出現位置を正確に捉えることができるアイテム。聖者は空間を自由に移動する能力を持っており、これにより天使も悪魔も攻勢に出ることができないでいた。だが聖者が空間を移動する際に作る裂け目から重力波が放出されていることが発覚。これをもとに聖者の出現位置を特定するレーダーを作成した。じゃあ重力波検出装置ってこと？それをさ、そんな小型化するって相当やばいよな、多分な。作成された聖者レーダーは順次、人外ハンターたちに配布されている。人外ハンターたちに渡されているレーダーは、レーダー本体ではなく、レーダーが観測したデータを受信する受信機すぎない。ああ、なるほどね。やっぱレーダーはそんな小型化できないよね。シェーシャレーダー本体は日比谷共同構内に設置された巨大な装置である。本来レーダーと呼ばれる機器は対象に向け発射した電波の反射波を測定することで、対象との距離や方向を観測するものだが、シェーシャレーダーは電波の代わりに重力波を使っている。重力波を検出するには地面振動や温度、湿度の値が安定した環境であることが望ましい。そこで制作者は東京の地下40メートル下にある日比谷共同港に目をつけ、大型の重力波検出装置を設置。同時に長時間運転と制御系の簡素化も実現させた。なるほど。ちょっと難しいですけど、重力波っていうとね、ストレンジジャーニーのエンディングを思い出すよな。重力波をたどってなんかな、脱出したみたいなことがありましたよね。ストレンジジャーニー。東の十字軍。あ、そんなにいるんだ。戦闘班5名、諜報班12名、上記2班、計17名からなるとされる。隊長であるガストンは戦闘班に属しているが、確かに5人ぐらいいたよね。その性格からか単独行動が多い模様。まあ、はぶられてな。他の4人は何してんだろうね。他の4人もあれかな、ミカエルの槍みたいな持ってんのかな。あの、ロンギヌスの槍をさ、あの、量産型エヴァンゲリオンが、ロンギヌスコピーをいっぱい持っていたように、ミカエルの槍コピーもあるのかもしれないね。ヌエバーガー、悪事記な。レストラン悪事記から銀座の新名物として打ち出された新しい悪魔加工食品。ヌエの肉で作った重厚感のある肉厚パティをふっくらとしたバンズに挟み込んだ一品。いや、そう書かれるとうまそうだけど、ヌエの肉ってところだけ引っかかるよね。パティにするヌエの肉はミンサーを使わず、あえて食感が残るよう粗めに仕上げている。
酵することでヌエという悪魔の性質上部位によって味や食感が大きく異なっているという点を最大限に利用できるのだという。え、美味しいってことじゃ。いやだから合い挽き肉の、まあ、普通は牛とか豚とか鳥を合い挽きするところを鳥と猿とタヌキの合い挽き肉みたいな、まずそうですけどね。実際食べるたびに新しい味と出会えるというギャンブルバーガーとして一部の客層から好評を博している模様である。まあそうか、やっぱ部位はこのバーガーはちょっと猿の味強かったけどこっちヘビの味強いねみたいな、そういうことがあるのか。まあ楽しそうっちゃ楽しそうかな。いなり寿司レストラン悪食が錦糸町の新名物として打ち出した新しい悪魔加工食品。通常稲荷寿司は甘辛く煮た油揚げに酢飯を詰めたものを指すが、悪食が出す稲荷寿司は見た目こそ稲荷寿司に近づけて作られているが味や食感は肉巻きおにぎりのそれに近い。まあ肉だもんね。だってタヌキのチンコの皮だもんな。俵型に握った酢飯を下味をつけて薄く切った肉で包む。何の肉かちょっと想像したくないんですけど、これに片栗粉を薄くまぶした後肉全体が小麦色になるまでじっくりと焼く。その後さらに酒と一緒に蒸し焼きにする。これにより肉の臭みがなくなりカリッとふっくらジューシーに仕上がる。ちょっとカリッとふっくらジューシーはやめてほしいですね。肉で巻いている酢飯は普通の酢飯であるらしいが、酢飯を巻いている肉に関しては秘匿とされている。まあ知ってるんですけどね。肉の仕入れに関しては人外ハンター紹介に全て委任している模様だが、仕入れに関与した者たちは守秘義務があるためか総じてその詳細について語ろうとしない。まあ私はねちゃんと自分でね仕入れた肉を自分で食べましたからね、ちゃんと稲荷寿司食べましたからね、ちょっとそんな責任逃れみたいなことはしてませんけど、ただちょっとね人によっては怒りをあらわにするんじゃないのかなと思われる稲荷寿司ですね。これでハンター面も全部読んだから、今後は随時追加されるたびに読んでいきましょうかね。でもハンター面もやっぱおもろいな。時はミー様とケイ様に引き取られ、時え一から霊力と暗殺術を鍛え込まれている。北斗神拳の使えているやん。時いるやん。命は投げ捨てるものつって。年齢はまだ14歳と幼いが、その能力は相当なもののようだ。また新キャラ出てくるんだな、時。ミー様とケイ様はお年を召しておられるが、そこらの悪魔では束になってもかなわぬ。時はそんなお二人が育てられたのだ。相当の使い手と見た。なんかあれだね。ガイア教団に幼い頃から預けられて仕込まれるみたいな子供のことかな、時ってな。じゃあ相当根っからガイア教団に染まってる子供なんだろうね。ミー様とケイ様こそガイア教団にとって正当な指導者、ユリコ様を継ぐ方よ。でもユリコがいた時にミーとかケイとかいなかったよな。それ急に出てくるよな。安倍もそうだけどさ、急に出てきたやつがなんか牛耳ってることあるよね。じゃあここですか。ちょっと楽しみですね。絶対新キャラが、おお浮いてる。待っとったで。おまんら人外ハンターやろ。おまんらなんか思ってた老婆じゃねえ。もっと癖の強い見た目かと思ったら丸込くんじゃん。ボン、タイミングでキャハッタな。キャハッタな。ちょっと信用に値しないなこの関西弁は。ちょっと疑っちゃうね。警戒しちゃうね。二人の老婆は顔を見合わせ、歯をむき出しにして笑った。怖い怖い怖い。うわ、なんだこのばあさんたち。ちょっと怪しいよな。君の悪い奴らだ。もののけか。もののけ。まあでもそれぐらい君の悪いばあさんなんだろうね。しっけなガキや。なんや、協力する気がうせてきよった。のみ。みーちゃん。名前とちょっと違うよね。イメージとね。せっかく築地金剛寺に入る方法を教えてやろう思ったんやけどな、ケイ。それは教えてほしい。まあ外野教団だからな、築地金剛寺は詳しいのか。築地金剛寺に入る方法、おばあちゃんたち知ってるの？うん。あそこはもともとあてらのホーム。ホーム。裏口の一つや二つ知っとって当然やろ。あれだろ、俺も知ってるぞ。ベンチの裏でしょ、知ってるぞ。今築地金剛寺は多神連合が占拠しとる、うん、正面から攻めても門前払いが落ちや。そうだろうな。せやけどわしらが知っとる道を使えば話は違うてくる。で交換条件あるんでしょどうせ。もちろんただ言うわけにはいかへんですよね。情報をくれてやる代わりに条件がある。なんでしょうか。
その条件とは何かしら。うん、ポンコを連れて行くことや。連れて行く時かな。お？トキ、こっち来て挨拶しや。女の子か。めちゃくちゃ足が細い。シャーペンの芯みたいな細さ。影から抜け出してきたかのように突然アスリの前に人が現れた。これ仮面か？怪しいな。トキだ。おばばたちの命令によりお前らに同行させてもらう。癖が強すぎる。なんだそのお面、外してくれ。絶対可愛いだろう。今すぐ外せ。わかった、トキを連れていくのはいい。ただ条件がある。お面を外してもらおう。見た目はこんなやけど、こんなて。ガイア教団の中でも屈指の実力を持っとる。強いのか。戦闘でボンラの足を引っ張るようなことはあらへんやろ。本当か。イザボより強いのか。わしらは時にとある2名の処分を命じとる。暗殺者。とある2名、誰のことかしら。他神連合の中のやつかな。誰だ。私の目的はミロクとフリンの処分だ。ミロクはわかるけど、なんでフリン処分すんだよお前。まあ、でもそうか、ガイア教団だからフリンに恨みを持ってるのか。フリンに恨みを持ってるんだったらイザボーもそうだろう。イザボーも一緒にいたぞ、ガイア教団潰した時。いや、いないか。いなかったな。イザボーはそうだ、いなかったわ。イザボーは一人で東の帝国帰ってたもんな。なんですって。どうしてフリンを。そうだそうだ、そんなやつ連れていけねえよ。フリンはユリコ様を倒した憎き仇、ガイア教団を乗っ取ったミロクと同罪や。そんなこと言われたら連れていけないよな。だからちょっと、あの入り口だけ教えてもらって、途中でもう暗殺するしかない、時を。ルシファーが言うとったわ。ユリコ派はミロク派を排除するべきやと。まあそりゃそうだよね、他神連合側だしな。それ当然だ。なるほど。ユリコ派は今こそ団結してガイア教団本来の姿を取り戻すんや。うんうんうん。アテラはルシファーと協力関係にある。せやけどあくまでアテラはアテラや。ルシファーの考えがどうであろうと、アテラはただ雪辱を晴らすため動いとる。いや、恨み深いな。そんなに恨まれてたんだな、不倫な。ああ、受けた恨みは必ず晴らす。ミロクも不倫もまとめて潰したらな。潰したらな。でそうだね、確かに不倫、これあのニュートラルルート前はロールートを言ってる設定だもんね。でヨナタンと一緒に倒したのよ、ユリコ。でその後ニュートラルルートに行ってる設定だからな。それがわしらの考えであり、それを担うんがこの時っちゅうわけや。なるほど。じゃあまあイザボーには恨みはないか。イザボーはいなかったからな。フリンを狙っている、そのようなものを同行させろと。ねえ、それは許せねえよな。お前たちに同行させるのは替えのきく手頃な壁が欲しいだけや。はあ？別に無理強いするつもりはあらへん。なるほど。聞いた通り、私は慣れ合うつもりなどない。利害が合っている間だけの一時的な共闘だ。ちょっともうこれ以上いらねえんだよ、ガストンみたいなやつ。冗談ではありませんわ。そらそら、こんな条件飲めるわけなくて。もう途中で俺たちが時をやっちまうっていうのは考えないのか。それだけ時が強いってことか。それじゃあ築地懇願寺に入る方法は教えられへんね。いやいいよいいよ、もう正面から行こうぜ。イザボ、あの子を連れて行かないと築地懇願寺に入る方法がわからない。これは困ったわね。時を連れて築地懇願寺の中に入るか、条件を飲まずこのまま手をこまねいているか、好きな方を選びや。言い方腹立つな。どっちにしろ連れて行かざるを得ないってことになるのかな。時を連れて行きますか。まあ、連れて行かないにしたらこまねいていなはれや、ヒヒヒになるんでしょ。
はい、どうせ戻ってくるんでしょ、いいよいいよになるんでしょ、連れてくか。どうせあれだよ、ガストンみたいにそのうち出れるんだろ。返事や。でさ、そのトキを連れて行ったところで俺たちがフリンを救出すればトキは手出せないわけだし、いいだろ、こんな細いマッチ棒みたいな女の子ぐらい連れて行けるやろ。でもそれはフリンの処分を許したわけではない。そういうこと。あくまで彼女を連れて行くというだけ。この子にフリンを処分させたりしない。ねえイザボ。いざという時はもうトキやるからな、イザボな。ああ、かまへんかまへん。どうせそこらへんが妥協点やと思うとったわ。そりゃそうだよね。トキは顔をしかめたまま虚空を眺めている。あれ、もしかして見える？この幽霊。その視線の先にはナバールがいる。ん？もしかして私が見えているのか。お前ももういいだろ、そろそろいち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 見える人に反応するの。やっぱ嬉しいんだな、自分の姿が見られるのが。時はふいと視線を外した。無視されてるやん。見えていなかったのか。残念がるな。いや、あれは単に関心がねえってことじゃねえのか。うん、ただの幽霊だからね、幽霊。かなー築地金剛寺に入る方法は時に教えてある。詳しくは孫子に聞き。なるほどね。時よ、時は満ちとる。時だけに円滑に任務を遂行し。ミーさん、時だけに。時と共に行くことになった。あれより41、まあまあまあって感じか。で、言うてイザボーよりは強くないでしょ。まあ使ってみるか。ちょっとイザボーから変更はあんまりしたくないんだけど。陶器、物理スキルによる即死攻撃、状態上などを行う攻撃タイプ。物理系スキルか。潜伏、敵から狙われづらくなる。はーん。刹那の刃、戦闘開始時一定確率で物理属性の攻撃。はーん。対象敵単体即死貫通。これ強いな。しかもこれあれでしょ、多分ガストンみたいにプレスターン奪わないで戦闘開始時に一発殴ってくれるってことでしょ。これいいじゃん。鎧同士、物理属性注意力、防御力低下、貫通。貫通っていいね、強いね。暗夜剣だ。物理属性注意力、魔風ね。鎧同士いいな。貫通ってまあ防御力無視的なことでしょ。なんかよく見るとあれだな、ちょっとエロい格好してるな。なんかこのマント透けてるやん。おいおい、ちょっとエッチだね。でも14歳って言ってたね。14歳、顔が気になるわー。これは絶対そのうち仮面外してくれるだろうけど、とりあえず使ってみようか。トキ、ちょっとイザボーちゃんすいません、俺ずっとイザボーで行こうと思ってたけど気になるからな。トキ、了解した。了解した。デレデレになってほしいな。もうガストンどうでもいいから、トキデレは見たい。トキデレはトキメモみたいになっちゃう。トキメモが見たい。どうだ。お、デクンだ、覚えるんだ。やるね、ナバール。お、セッサの刃。おー、かっけー。執行終了。執行終了。クソかっこいいじゃん、トキ。ちょっとガンダムウィングのヒーローを思い出すような感じだな、トキ。さて、久々に。まずは築地金剛寺に行くぞ。うん。近くに隠し通路への入り口がある。とりあえず入っちゃっていいのね、築地金剛寺。地下から侵入するのでしょう。知ってるのか、イザボー。イザボーは行ったことあるもんな。そうだ。いくつかの通路は封鎖されたが、通路は一つだけではない。うん、なるほど。これベンチの裏だったらな、あれですけど。入っちゃうよ。来た、久々の目の前に巨大な寺院がある。築地金剛寺。正面へ向かう。じゃあ一回正門見てみたい気もするけどな、どうなるのか。まあでもせっかくトキ連れてきたし、ちょっとトキに任せてみるか。ふん。ふんじゃないよ。そっちだ。そっちね。どこなんだろう。やっぱり、あ、違う。ベンチの下じゃない。ここに築地金剛寺へ通じる隠し通路がある。なんかの銅像の下だったね。こんなところに。うん。さっさと入りたまえ。後が使えているのだよ。確かもう結構大人数のパーティーになったよな、よく考えると。わかってるって。押すなよガストン。押すな押すな。よし、行こう、ナナシ。なんかみんな楽しそうだな。おー、こんな感じか。なんか前、あー、いやでもこんな扉だったわ、前も。前来た時もな。ちょっとホラーな雰囲気だね。ちょっと防空壕っぽい、なんだっけ、陸軍基地だっけ
かなんかをね、再利用したんだよね。お、ここにもあるんだ。エリアスキャン。こんなところにも。これが築地金剛寺ですか？築地金剛寺。わあ、ザックームと、なんだっけこいつ。グルルか。ちょっとレベル超えてきたな。まあ、ザックームはいけるか。ザックーム仲間にするか。あ、そこが本体ですか？お前の中に魔性が見える何者じゃ。人間だ、人間。では人間よ。お前は未来に何を望む？大破壊。わらわが見るは運命の円環。まがごとの連鎖。果たして人の身に入れられるかい？なんだこいつ、賢いな、このザックーム。世に混乱をもたらさんとするものよ。わらわがその行く末を見定めてやろう。おお、一発、クリティカル。おお、今の、超正解会話だったんだ。ラッキーラッキー。あ、脅威のオーラ。まずかわらわをこのまま殺すのかい？いや、今仲間になったばっかだからな。金もらうか、金。愛しごじゃ。今よりわらわのちぶさはお前のもの、好きに扱うがよい。いや、いらんいらん。どこにちぶさついてんだ、お前。おい、ちぶさついてんの？ザックームの父、チューチュー。一番嫌なんだけど。悪魔界の中で一番吸いたくない父だったわ、今。じゃあ、ラクシャーサも行っちゃおう、ラクシャーサも。なんか最近調子いい気がするからな。なんてめえやんのか、殺すぞ。この後雨らしいんすよね、知ってる知ってる。お前、予知能力でもあんのか。すげえ、へえ、ほう。ところで中身になるからなんかくれよ。あ、なんか変な感じで、変な感じで交渉に入ったな。あ、ラクシャーサ来たぞ。はい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 。あ、トピック増えてたわ。怪しすぎだろ、要注意ですわ。みんな警戒してるね。ハレルヤ、久々だな。なんつうか奇妙なばあさんたちだったな。年寄りが元気なのはいいことだと思うんだけどよ。俺の見間違いじゃなきゃ浮いてたよな。浮いてた浮いてた。元気どころじゃないよ。ガイア教団で修行するとみんな受けんのか？いや、修行したからって普通の人間は浮かないよな。一体何者なんだよ、あのばあさんたち。ガストンの言う通り、物のけだったりしてな。いや、まあ人間じゃないと思うんだよな。なんか急に現れて急にさ、ガイア教団を、なんかどうのこうの言い出したし。もともといたのかな？イザボ、要注意ですわ。フリンを助け出すにはあの子を連れていくしかない。背に腹は変えられないことは分かっていましたのに。取り乱してしまってごめんなさい。でもやはりあの時という子を信用はできませんわ。フリンを処分なんてさせなくってよ。あなたも気をつけてね、イザボ。フリンのこと大好きやん。お似合いだからな、フリンとイザボはな。それ無理もないですね。最大 HP の子。最大 MP の子。タイの子とかとまた別であるんだ。邪魔邪魔邪魔。邪魔だわ。なんか最大 HP の子、最大 MP の子ってなんかあれね、風情がなくなったね。今までさ、そのタイの子とか、技の子とか言ってたのに、急に最大 HP の子っていうなんか、ね、すごい、めたい感じになったよな。まあ、別にいいんですけどね。ダスラムショット、ボー、フォーデン。やめとこか、それは。やめといた方がいいよ。が、一声うなったね、今。がって言ってたね。敵だ。片付けるぞ。片付けるぞ。かっけえぞ、時。あ、地下防空壕跡。ここだ、ここだ。ここはフリンの時にも行ったことあるよな、防空壕跡。ああ、そう、まさにここ。ああ、間に合う。間に合う、間に合う。よし。よっしゃ。宝箱あるんだよ。あるねえ。ああ、ちょ、こんなところでやるな。将来席。前も将来席だったんじゃない？ここに置いてあったの。マジか、お前。マジかよ。あ、バルキリー出る。お、刹那の刃。かっけえ。おー、即死。執行終了。執行終了。かなり強いぞ、その技。毎回やってくれ。あー、やっぱりまだ。このナバールシステムちょっとほんとめんどくさいって。この往復を強いられるのかな。大変ですよね。ナバール一人でさ、どうせ幽霊でさ、誰にも見えてねえんだから。ナバールだけでここ往復してくんねえかな。俺もついていく必要あんのか、これ。ほい。本院来た。おー、ちょっと待って。わあ、懐かしいね、この雰囲気。まためんどくせえ試練とか言い出すんじゃねえだろうな。お、え、敵に見つかるぞ。ああ、潜入捜査なんだ。どういうこと？ああ、前方にガイア教団員と複数の悪魔が見張りとして立っている。蹴散らしゃいいじゃん。これは。うん。あれは弥勒派のガイア教団員と多神連合の悪魔だな。ああ、まあそうか、弥勒派と多神連合ね。そうだそうだ。あの程度の敵は私の槍のサビにしてくれる。俺と同じこと言ってる、ガストンが。うん、ダメよ、応援を呼ばれでもしたらどうするつもり？そんな強大なんだね、多神連合って。ねえ、
ここは敵に見つからないよう慎重に進みましょう。慎重だなぁ。蹴散らせるとは思うけどね。じゃあスニーキングミッションなわけだ、今回。あの敵に見つからないように。あれ、ワープゾーンは健在っぽいなぁ。とりあえずワープしてみるか。前ここが正解じゃなかったっけ？違うっけ？あ、違うな。もう道はさすがに覚えてねえぞ。さすがになぁ。あれ戻ってきたわ。なるほど、なるほど。まあね、マップ埋めていくのが一番の正解ですからね、こういうのは。あ、またいんのか。おい、レイダー、そっちはまずいって。みんな敏感だね。俺見えてなかったよ、まだ。よう気づくな。敵に見つかると後が面倒だ。敵のいないルートを進もう。あ、じゃあ教えてくれるんだね、こうやって。とりあえず適当にじゃあマップ埋めていけば、なんとかなりそうだな。ここは大丈夫っぽいぞ。あ、いるじゃん。うわ、瀕死のガイア兄弟。え、なんかエロいことされてる。傷だらけのガイア兄弟員が塀の隅に立っている。拷問されたのかよ。お前らは、トキ。そうか、ミー様とケイ様が。まずいよ。ひどい傷、すぐに手当てしないと。傷だらけのガイア兄弟員は頭を振り、手当てしようとするアサヒを拒む。なんで、うん、無駄だ、私はもう助からない。いや、助かるよ。メディラマ使える人いるから、こっちに。おい、フリンか魅力の居場所を知らないか。いやー、貪欲だね、うん。そうか、今回のターゲットはフリンと魅力か。やっぱ、あれか。トキが暗殺者ってのはみんな知ってるんだ。ミロクは知らぬが、フリンはチカラ。チカの宝物庫に監禁され、グー。チカの宝物庫で通ってきたとこじゃねえの？また別か。傷だらけのガイア兄弟員が苦しみに顔を歪めながら続ける。これを持っていけ。宝物庫へ行くのに必要だ。回廊の鍵。ああ、じゃあやっぱ別のところなんだね。この築地懇願寺はすでにミロク派と他神連合に占拠されてる。気をつけて進め。ああ、こと切れた。膝から崩れ落ち、こと切れた。時は倒れたガイア兄弟の横にかがみ、彼女のまぶたをそっと閉じてやった。あ、そこはちゃんと感情あるんだな、時。行くぞ。行こう、フリンは地下の宝物庫だ。地下の宝物庫ってどうやって行くんだろう。また戻るのかな。あ、でも行けねえわ。あ、どこも行けねえわ。あ、じゃあ戻るのか。戻って、じゃあどっか行けなかったとこ行くって感じ。あ、トキ可愛いなぁ。フリフリしてる、なんか。おぉ、かっけえ、しかも。ちょっとやっぱ、格好がエロいね。よし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 。こうやって見ると、コッパ天狗ちっちゃくて可愛いじゃん。めちゃめちゃそんなちっちゃかったんだな、お前な。おぉ、すげえ。切断の山すげえ。群れも即死できるんだ。めっちゃいいじゃん、それ。あ、ここだ。回廊の鍵を使用した。よし。人の気配を感じる。いよいよ不倫か。ちょっと待って。あ、ここを通るしかなさそうだ。ちょっと待ってくれ。セーブさせてくれ。じゃ、もし不倫と再会するんだと、ちょっとイザボーちゃん会わしたいからな。イザボーパートナーにして。任せて。よし、行こう。ようやく不倫と再会か。行きましょう。ボス戦の予感がするね。